ゃないし、はい、今回のギャルゴールドから、お前の働いた金かばらいやけて高いマンスを叩らいなの選抜されたポテンシャル5連発の連発頑張れの面圧シェイシェイじゃあ、はい、お願いしますよろしくお願いします。がっつりお願いします。お願いしますスタジオインシスト。スタジオインシスト。5月29日。今はまだ内緒。レンター終わり。アイスバンから俺がフォーク。Yeah. そして。Yes, you are a wife from this city. 俺がサリー、チェキヨー。Yeah. スタジオインシスト。そこで初対面。はじめまして。ここで画面通して言っとくぜ。俺がフォーク。レペゼン IB。レペゼン神奈川。よろしく、心ブランド。アニバーサリー。おめでとう。Yeah. Yeah.俺もバシ君以外はまだ知り合ってほどくないインシストバンド Hit your check よ俺もツイツイフリースタイラーツイツイレペゼンしてる FRK 俺のマイレジェンドその中でやってるからセッションヤバいだろうそれをよくチェックしない5月29日ここのブランド Please one love ドキドキするわまた違うでしょ、し金ちゃん種類がうんこれはちょっと違うギャップがあります中華ロー持ってきてんの中華持ってきてますなんかいろんな緊張がある5月今日は僕もドキドキしてますねはい、もうそれぐらいなんでそんなん言うフォークですサリーですフォークとサリーで今日はぶちかましますベストイージスト待ってろよヨーイージスト出たイエーイイエーイいやばいですフォークと向こうにおるみたいはいつもゲスト知ってるの。はい。ここは。はい。大丈夫です。一応それを知った上で、はい、そこをイメージするの。そうですね。はい。今日は楽しみです。はい、わーよ。今日は。あ、今日はっていうかもう今日もですけど、もう楽しみですね。緊張してますね、ちょっと。マジで。はい。ちょっと待って。僕も。はい。もう今日はもうなんかですね結構まあ最それで最近俺が勝手に無茶振りしてるのはその俺の中のライムを相手に言わせるっていう感じをやってる例えばこの店の名前は心女じゃなくて男みたいな感じで言わせるんですよそこで、はい、そこだけ言わせるみたいなことをやっててそれなんですよ、僕が無理に感情感染のライプレッシャーに感じる今日チプロとちゃうわ沼津行ってますそれフェイクだったらやばいヤス、うん、のインスタで上がったら沼津来ると沼津行ってるわらじが行ってんのあ、バブルあ、なるほどバブルそう、うん、カズバブル行ってる今日はそれも全部仕込んでたらやばいでな俺はもうあかんやろもう誰も死にられへんそうなったらなんかいやキレキレっていうワードだけ聞いたからチップかなと思ったけど、うん、チップルさん今あの沼津におるのちょっとインスタで発見したんで、うん、安のあれはちゃうなって俺はですねあ一人旅編集したんですねそうやねあの一発目の一発目あ俺結構あれ言われるんですよねなんか木工用ボンドがやばいって言われてなんだっけなそれっつってあったわっつってあそこ使ってくれてありがとうございます結構言われるんですよ今何年越しのありがとうございます今結構予想立ててんやんか、はい、やこれでほんまにそれじゃなかったほんま鬼ゲンスやと思うクリは今日は緊張するねはい、いやこれからもまあ緊張するこれからなんけどニップス飛びすぎじゃん飛びすぎ飛びすぎ
たらまあ死んでまうわ。死んでまう。それはないんだ。大阪なんかな。一人は大阪じゃないですか。なるほどね。それも分からんか。あ、分からんな。サリーとか。俺もキレキレっていうとこで。サリーとかな。そう。じゃあめっちゃ見ました。でもやっぱ結局あの年も言われるのは全部ヒダヤンとのバトルのことがやっぱ言われるっすね。だってあれはでもほんまあの時見てた、だからこいつらとかも直撃すぎて、あそうっすね、多分、うん、直撃でした。そうっすね。そこが自分のフリースタイルスタートラインだった。そうやんな。あの時もサリーと知り合ってたって。そうですね、もう、そうだよね、モールヘッツで、あの関西アイスバンに来た時に行って、あの声かけてました、うん、声かけて、あのフリースタイルしてくださいってフォークに言ったら、うん、ものすごく嫌な顔して、いや俺はまあステージの上以外でフリースタイルしないんで言われて、あららら嫌われた。そう、多分ね、単純に嫌だったんだ。単純にしんどいねみたいな感じ。しんどいなと思ってたんだと思う、多分。いやまあ、マジっすか。お疲れ様です。8時半からもうドンで行く感じで、もう8時半まで待ってもらってますんで、もう、もう近くに、もう前の前にいます。前の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 裏に鬼がやってきたような感じです。今日誰なんすか。今日。今日。女は何に引っかかる。そんなベタなやつ。待ってるんでしょうか。待ってるみたいです。来ましたね。OK 出ましたね。スタジオにシス来ましたね。はい。イエイイエイ。第4回。楽しいけど楽しくない。はい、間違いない。第4回スタジオインシスト、むちゃむちゃフレッシュな緊張感、相変わらず。Yeah, on a guitar track. Hey, on a drum solo one. What? I'm shoot, keep a dog. What? What? Flash, second, tag race. La 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 la。でここ開けてどんな感じか聞こえるみたいな。あ、こっちに。あ、来た来た来た。来たか。誰が出てくる。Yo、そろそろ行きますか。また。心ブレンプレゼンス。スタジオインシスト。始めようと思います。今日の MC は誰なのか。予想誰でも関係ない話、いろんな人を描いても結局誰も関係ない。 Yeah! お久しぶりゲストバッシュ、インシストだ。これは冗談抜きです。フリースタイルマジでショースターもないぜ。走行でかましまくり、時に言葉を操りサンプリン。俺はプリンのようにプルート、まるで言葉を鳴らすフルート。楽器の一つのマイクは言葉出してこれが合図か。皆さんはじめましてと言いたいけど、俺のスキルをご堪能あれ。言葉出してははじめましてよりもたくさん言うことがあるぜ。歩き出せば止まらない恐怖、サレがチェッカーしてマイクオンザマイ。はじめましてというよりも言葉を出して抜いたる時もドミノのように倒して、フリースタイルで今日も活かして。 Alright Yes Sorry no praise to me From Wakayama Check it out。 いいぜこのバンドに乗せるフリースタイルも普段通り、段通りなんか必要ない。とりあえず握ってたいでいつもマイク。俺の走行はどんな感じ。まあまあ今日もオンザラッピー、単品じゃなくてフルコース。またも水ばっか飲んで喉うるぼうす。押すか引くかどっちでもいい、俺はいらない真っ赤なセオリー。よりも背伸びしたくない、身の丈合ったラップばっかちゃんとゴーウィン。俺は超移動しフリースタイルやって時に弾いたるぜ。オーインチェチェチェマイカフォーチェッカー、わかるスタジオこれこそ現場。イエーイ、yeah. じゃあ俺からも紹介したい MC、
いえいえ、もう一人いるんすよね。いいっすか。いやいやいや、お願い。あ、もう一個っすか。いえ、じゃあスペシャルゲスト第2弾サリンから紹介してもらいましょう。俺のレジェン、俺のマイレジェン呼んでるぜ、もう一人の MC。 Hey Hey Alright Yeah Check out、 はじめまして、はじめまして、はじめまして、 Yeah Yo、 はじめましてとご挨拶、 Yo、 俺も混ぜてもらいます、 Yo、 まずはチェックワンツー、今日はインシストとのアバンチュー、俺はアイスバンチュー、クルーをレベゼンしてここまで来反中、 Yo、 どんな空気、どんなノリ、 Yo、 混ぜてもらうとあげる名乗り、 Yo、 まだ目が合うと気恥ずかしい、どこからセッションをしちゃうらしい、俺がレベゼン IB 神奈川県、まだまだ行くぜ、カメラの前までチェックしろ、俺がレペゼン IB、 フリースタイル常にライビン、こんな企画めっちゃド S かド M か知らないが、そこまで聞こえるなら、これがインシストバンドの生セッション、はじめましてレペゼンアイスバン、名字はアイスバン、名前はフォークと申す、よろしくお願いします。俺は喋り続けたい、優れないこの脳みそでペク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 ペイ、光信号与える間もなく言葉を弾き出すはいつの間に、絶対に欲しいマニーだけど、アンダーグラウンドなら儲からないとか言わない、今日もまた言葉で走りたい、霊体感あるかないかよりも言葉でまずあるかないか、このビートの上をマラソンランマー、ああまだそんなんじゃダメってことですわ、レクチャー一つずつ今日もまた記憶する、スルーはしないよ受け止める、こうやってまた頭でつべこべ言う、あばら甘からベニュー見たく、まあ俺の目見えくれ、常に今日も見届けてやるで、その先の方まで、こうやって走り出す言葉 like a 放射線、見たく見たく磨く美学、つまり B であることを続けな、ブレイキンじゃなくて B ボーイのイズムはここにもあり、シェラここにもあり、なんでもあり、Yo、 それがフリースタイリング Yo、 Yo、 フリースタイルなら何でもあり、ボクシングならばモハメドアリ、整形したのは水沢アリ、レコードの上に落とすのはハリー、ポスターといえば名前はアリ、 Yo、 そう探すのはハニー、Yo、 フリースタイルするぜ、面白いこと英語で言ったらファニー、 Yeah、 これがライムのセッション、セッションセッション、問題出す Q&A、 スリルとスキルの瞬間のゲイ、 Hey 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 Hey、でも謎かけ先生ならフォーク、Yo、 俺なら理科のように実験してる、ハリーポッターのように魔法をかけるサリー、 Yo、 小学生の頃見てたアニメちょっとセクシー、 Yo、 それは忘れてるけど未だに頂点目指してる、なんぼでも Yo、 モハメドアリ超ピースなやつ、戦うにも方法がありなし、考えなさい Yo、 先生よりも自分自身、心の内それとも外にどこに置いてんの、言葉はどこにでもあり、そいつをヒントとして自分の生きがいに、 Yo、 それが MC 自身、自分のありかのように自分探し、そいつじゃなくて今日も友達と今日もビズに演奏、 Yo、 ギターは6弦で鳴ってる、ベースは4弦でブンブン言わしてる、タロワンなら日本のスティックでブンブン叩いてる、ビッチのケツ、oh、 今日も MC なら楽しく、 Yo、 神奈川に大阪、和歌山どこでもあり、 Yo、 全部がありなしじゃなくて Way でもええよ、今日もええ感じですよ、チャック開いてるよ、 MC
バシ嘘やで Yo みんなの笑いを察せそれは045 045 045 から03じゃなくてそうここは06でもそう手際よくフリースタイルしてくぜこのいつも生まれてくるそうこうこのライブはいつも間際いつの間にかみんなと友達になるぜそうだな秘密が隠されてんのはビーツの谷間 yeah. Yeah, yeah. ビーツの谷間何かあるかなしかよりも言葉出して作る価値観さじかさじを投げるのはよして言葉出して今日も見せろ俺の知恵 yeah. Yeah. 知恵一つ言葉出してまた潜り込む素潜り俺は金槌だけどビート無視する MC はやけど Yo yo ビートの上で素潜りライムしないのは俺は不得意常に上げていくクオリティそれがすごくいいってこと Yo yo ハイクオリティハイクオリティ俺はこうやってレジェンドから学んだライムポリシー陰を組みながら会話見せつけるぜこれこそがサイファー Yo これこそがサイファーマイク使って目の前で対話どんなもんか見せたいわフリースタイルするぜそうまるで輝いたダイヤダイヤダイヤマイカフォン握りながら始めるまるでタイヤコンついたような道路は高速こうやってまたライムでビートを高速ビートを高速ライムが法則徐々に消えてくもちろんロウソクロウソクロウソクイエイエイそんな感じで今日もまた頂上へ上がるトップトップトップからトップギア誰かの即りにゃならんつなぬく貫くオリジナルマイク一本あれば鬼になる Yo 鬼になる鬼になる俺がフリースタイルしなきゃ皆が取り乱すとか言うとくぜまるでクリスタルかそうだなクリスマスか知らねえクリスマムぐらい刺激与えるぜそう悲劇じゃなくてこれは喜劇だぜまるでチャップリンみたいな感じだぜ頭真ん中空っぽまるでパドプリン Yeah, yeah. チャップリンまあタップリンサンプリングするハプニングとかもいいぜ言葉出しても俺の人生まくってくださいよこのビートシーケンスじゃねえ生バンドでよそれは東京の中の一つの美学さ今さら何も言いたくねえけどこうやって見せつけ俺のヒップホップデイズいやのっけてみよう Yeah, yeah. ハラキューは絶対 S だぜ M で言ったら S だぜ Yeah 何の話や俺らのことをいつでもいじめてくるこのスタジオインシストめっちゃ体に悪いスローダウンスローダウンベビースローダウンなんかこの心ブランドでこの企画で、うんなんかもめっちゃもっとおもろくなんかしたら何しようかなっていろいろ考えてて、yeah. 昨日僕らちょっといろいろ考えてたんやけどでこのままちょっと曲作ったらどうかなとか思ってこの場でこの場で例えばなんかお題ねお題を決めてお題を決めてそれをなんか何個か出してそのお題を選んで曲作ろうかなみたいなっていう遊びをしてみようかなそれがうまくいくかなんかもしかしてぐさぐさってなるか分からへんけどなんかやってみたらおもろいかなっていうのでこうバンド側の提案やねんバンド側の提案でちょっと何個かお題を考えてみたんですよ僕ら3人でどうですかスペシャルゲストのフォークとサリーはこのインシストバンドのもちろんもちろんそうですもちろんやりましょうそれはただちょっとつかめてないんですけど分かんない上でもちろん確かにつかめてないけど言っとく言葉はもちろんやまあでも全然もう一発目に心って言ってくれたのにすごいなんか感じたじゃあサリーはちょっと行きたいらしいからじゃあ心じゃあサリーとサッコンで行こうよその2人心っていう言葉でシェヨンアロー COCOLO Yeah 和歌山からサリー COCOLO CBC で来日 Yeah
心との出会い、俺はインディラップから原 Q さんと出会って、その前から俺の街であの服を着てるキッズが多すぎたぜ。俺はその頃着なかったんだよ、まあ一つの反骨精神かもな。でもやっぱ人と人が繋がれば俺もレベデンしたくなる、それが本心の MC。 こうやってしようしよう LO、 あの時から始まってるかもな。この動画が俺の街に伝わるならなおさら言いたい、繋がりってもんは大事だぜ。それを教えてくれたこのブランドにもビゴ、インシストバンド共に送りたい。しようしよう LO、 しようしよう LO、 しようしよう LO、Yeah. Shiro Shiro Elbow, 心ブレン。Shiro Shiro Elbow, Sunny in the building. Yeah yeah. Shiro Shiro Elbow, Shiro Shiro Elbow.思い出せばちょっと懐かしい、雨村周辺初めて出会った原 Q さん、インシストまだまだ序の口、駆け出しのあの頃よ。新しいブランドやってんねん、よかったら来てくれへん、それが出会い。俺らインシストもまだまだ若い、それでもみんなで繋がったあの頃。I remember 心で繋がった頭の中は真っ白じゃなくて真っ黒な腹黒なやつが多かったあの頃。わかるね、雨村周辺ヤバいやつばっか、ナイフで事件そんな子もしょっちゅういっぱいあったけど今でも忘れへん、あの頃から何も変わらへん。シロシロエロー、 Everybody everybody everybody、 シロシロエロー、 全てが繋がり、 シロシロエロー、頭じゃなくて心で。 See you, 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 see you、心で言ったんだもんね。そうじゃあ、夏に行って、夏に行きますか。あー、いいなー、これからに向けて。 Yes, yes、 夏っぽい、夏っぽい。おーって、そっち、僕結構サマーブリーズ的な感じだった。全然そっちで行きましょう。じゃあここで仲間を入れて、いいや、サマーブリーズ、サマーマザーファッキングブリーズ。前前前前、次のじゃあセッションはバッシュとフォーク。リスペクトアイスバン、フォークが現れた大阪、夏を感じ、フィルダサマー、フィルダサマー。これから行きましょうか、テーマは夏、テーマは夏、服着ましょうか、テーマは夏、まずは服から。サマー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 
イア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 イランド夏夏夏夏ここ夏アイ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 ランドはいどうもはいどうもはいどうもここは俺たちのアイランド挨拶をちゃんと交わしてゆく What's up? アイスバーン和歌山からはサリーでやってきた清月のゲストはヒーダディ光のようにキラリよリアルゴールド眩しいほど消費カテラ俺たちのライブから出てら Yo! 生バンドカツサンドフライファットでそしてホット熱いなと言いながらクール涼しいグルーヴそれはアイスバーン俺たちは生バーン Summer 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 うまくいっちゃいます、yeah. 夏来ましたね半端ないですね来ましたね夏半端ない半端ない夏が来ました半端ない神奈川から夏がやってきましたシストです We are made of money It was in the rain では今日のゲストもう一度紹介したいと思います和歌山からはサリーアイスバーからボー YeahSlow down baby, 今聞いてくれよ感じのいい風がなのシストです We are made of money It was in the ずっとさ、それからにデザイン今日もしてて、でほんで、なんか、確かにタクに、あの、キレキレ、なあ、分からへんし、みんなキレてるし、サリーっていうのもあるんちゃう、でもサリーと、ハルキさんつながってるとかも知らんし、ビートルズが来ると思ってたビーナッツマッチが来る2本来てたからビーナッツ級のビーナッツ級で来たでも来たら結構思うんだけど英語しか分からへんみたいなそれ言って60分もちょっとこれはお前キリギリしか分からへんやろうっていやーマジでクソ楽しかったっす動画でちゃんとこう見て何度も復習してきたつもりだったんですけど生感半端なかったですねでダシ君以外あのみんなお会いするっていうかこんな絡むのが初めてだったんでもうすごい心ブランドにありがとうございますありがとうございますお疲れ様でしたお疲れ様です楽しかったです最後じゃあカメラに一言なんか感想をスタジオインシストスタジオインシスト、マジで最高でした、原球さんから電話もらった時はだいぶ焦りましたけどでもまあやっぱ来てみてすごい刺激になったし、まあ、最高ですこんなリンクこんな出会い初めてのセックスは一度しかないっていうそこですねありがとうございましたウェイありがとうございますリーダー今日の感想をお願いします感想ただずっとやってきたことを信じてやったら信じてやったら結局おもろいっていう結局おもろい